サンデーライブは2017年10月1日からテレビ朝日、朝日放送テレビ、名古屋テレビ放送の3局共同制作により、テレビ朝日系列で毎週日曜5時50分8時30分に生放送されている情報、報道番組、テレビ朝日本社内スタジオからの生放送番組でもある。テレビ朝日は2017年4月改編において、 クライムタイムに毎日大型の報道番組として、報道ステーション、サタデーステーション、サンデーステーションを放送するよう編成したが、朝の情報、報道番組については、グッド、モーニング、ハトリ新一モーニングショー、週刊ニュースリーダーを合わせて、週6日放送にとどまっており、日曜だけは唯一の空白地帯となっていた。同年10月改編において、この日曜早朝枠に、 日曜の朝だからこそ知っておきたいニュースに鋭く迫る報道ワイドショーである本番組を編成することになった。本番組開始にあたり、当時の朝日放送とメテレの制作枠をそれぞれ吸収統合した。前日の通り、日本の三大都市の機関系列局が共同制作するが、それ以外の系列各局も番組に参加し、日本列島の朝の風景や、 地方発信の知られざる魅力を取材したリポートなども展開する。メインキャスターは俳優で少年隊の東山のりゆきが務める。生放送の情報番組の司会は他局で過去に経験済みであるが、報道、情報番組における MC メインキャスターは初挑戦である。それをバックアップするアシスタントも制作参加3局からそれぞれアナウンサーが1名ずつ、 派遣されることが決まった。本番組開始に伴う編成の終了及び移動本番組の立ち上げに伴い長年テレビ朝日系上かつ3局が制作していた児童向けドラマアニメ番組と情報番組については編成が見直された。7時7時30分に放送されていためテレ制作のアニメ枠、そして9時30分10時に放送されていた朝日。 放送制作の情報番組も、いずれもその時点での現行番組が9月24日で終了するのに伴い、枠自体も終了の運びとなった。上記め、テレアニメ枠以外で、かつて、日朝キッズタイムにも属していた3番組のうち、本番組と放送時間が重なっていた、スーパーヒーロータイムの2番組については、従前より90分ずらして9時台に移動の上、 放送順序を入れ替えて9時9時30分に平成仮面ライダーシリーズを9時30分10時にスーパー戦隊シリーズをそれぞれ放送。これら2番組は時間帯移動後もスーパーヒーロータイム枠として放送を継続する。残りの朝日放送制作のアニメ枠は従前と同じく日曜8時30分9時で末置きとなった。また長年日曜9時9時30分に放送されていた 題名のない音楽会は10月7日以降土曜10時10時30分に枠移動となった。その他5時50分6時20分に放送されていた民協協番組日本の力は本番組制作局のいずれとも土曜5時20分5時50分へと枠移動を実施。また6時20分6時30分に放送されていたアンニュース6時30分7時に放送されていた 東京応援宣言の両番組とも単独番組としては同年9月24日で終了し同年10月1日以降はそれぞれ本番組の1コーナーとして内包する形で放送されている。特撮枠を日曜区時代に移動させた理由について当時のテレビ朝日専務であった亀山慶には非常に長い期間やっていただいている番組がございましたが幸いにも 各番組、関係者のご理解をいただいたとし、番組がなくなるわけではないので、移行する枠をきちっと告知するとか、ご理解いただけるように対応して、改変を迎えたいと説明している。放送開始当初の1年間のみ、一部コーナーでは、エレクト音奏者の生演奏で次のコーナーの告知を、するといった、朝日放送テレビのおはよう朝日です。 おはよう朝日土曜日ですに似せた演出が行われていた。初回は第1部が2.5%、第2部が3.8%、第3部が5.1%であった。2020年初頭より日本国内でも深刻化の一途をたどった新型コロナウイルスの感染拡大を受け、本番組においても番組制作などにおいて様々な影響、問題が発生した。 2020年12月6日放送分ではサブキャスターで目、テレアナウンサーの浜田旬をメインキャスターとして朝日放送テレビアナウンサーの広戸歩みとのコンビで全編を進行した。これは東山の主演舞台作品で翌7日からパルコ劇場で東京公演の開幕を予定していたチョコレートドーナツの共演者から 新型コロナウイルスへの感染が確認されたことを受けて、東山が本番組への出演を念のために見合わせたことによる。同日には、テレビ朝日側のサブキャスターである、野上新平も未出演であるが、こちらはスポーツアナウンサーとして、福岡国際マラソンテレビ中継での実況を控え、福岡に滞在していたことによるものである。 2021年1月17日放送分から3月21日放送分まで、及び、同5月16日放送分から6月20日放送分までは、新型コロナウイルスの再拡大による緊急事態宣言の影響から、浜田は、メテレから本番組の CG 構成を用いた上で、出演。このため、期間中は浜田が兼務する、ストレートニュースのキャスターは、 下平さやかのみで担当していた。またこの期間中には、前日のチョコレートドーナツの公演が大阪、愛知にて行われた都合上、東山も1月24日、放送分は朝日放送テレビにて、キャストで使用されているスタジオセットから、1月31日放送分は、名古屋市内で浜田ともに、メテレにて、どですか、で使用されているスタジオセットから、 それぞれ出演している。2021年3月28日、本番組のスタッフ9名が番組終了後にスタッフルームにて送別会を実施。うち6名はその後もテレビ朝日の近くにあるカラオケ店に移動し、会を続けた。それから数日後の4月2日から3日にかけて参加者のうち4名が PCR 検査の結果、新型コロナウイルス陽性であることが判明。 検査の実施はこの4名以外にも、会への別の参加者や4名との接触があったものなど、約20名にも及んでいるが、いずれも結果は陰性であった。同局広報部はこれを受け、番組を通じて感染拡大防止を呼びかける立場にありながら、社内ルールを無視し、自覚を欠く行動があったことは大変遺憾であり、 深く反省しているとのコメントを発表した。また、テレビ朝日系列で放送されている、ワイドショー、ハトリ新一モーニングショーの4月6日、放送分にて、同局報道局員で、同番組のレギュラーコメンテーターでもある、玉川徹が、この件について、同じ社員として、視聴者の皆様に、本当に申し訳なく思います。本当に申し訳ないと頭を下げ、 新型コロナを伝える立場としても恥ずかしい。本当に恥ずかしいとコメント。さらに同番組司会の羽鳥慎一もこの件について批判的なコメントを残している。この番組スタッフの新型コロナウイルス感染の件については本番組の4月11日放送分に手の紙から経緯の説明が行われた。その際、前週末の検査では陰性であったスタッフ1名が 体調不良により再検査を受けたところ、7日に新たに陽性反応が出たこと、さらに今回の件を受け、同局から番組責任者に対し厳重注意を行ったことも合わせて発表された。東山も説明の締めくくりに際し、番組スタッフの気の緩みから、このような状況を生んでしまったこと、大変申し訳なく思っております。私自身もさらに気を引き締めて、 皆様の信頼を取り戻せるよう番組として深く反省して、1日も早くコロナウイルス収束に向けて正確な情報をお届けしたいと思います。この度は本当に申し訳ありませんでしたと謝罪を行っている。総合司会コメンテータースポーツコメンテーター進行、アナウンサー、東京応援宣言、ニュースキャスターリポーター、気象情報キャスターナレーター当日、または、 前日に重大なニュースがあった場合、ストレートニュース以外のコーナーを全部あるいは一部を休止することがある。ありがとうございます。